さんからね、最初にスクールオブロックに来た時にね、客が誰もいなくて、この T シャツを買ったと言ってましたが、皆さん、この T シャツをまたレプリカで再発売しようじゃありませんか。では次は別れた女にめめしく戻ってきてくれという、悲しい曲を、歌います。そのようにならないように気をつけよう。
がとうございます。本当にね、お父様にスクールオブロックというお店があることはなんと幸いなことでしょうか。安定したね、高校の教師という座を投げ打ってですね、私たちのためにこんな素晴らしい店を作ってくださった龍一さんに拍手。サンゴルネームはもう龍氏はやめて、相模原の人柱、ね、日本語わかりました。いい名前だな、ね、いやこれから人柱と呼びましょうね。今晩から人柱記念日です、今晩は、ね、ではこの人柱に、ね、昔キリストイエスという人も人柱になりました、十字架の上で。この現代のイエスキリストとも言うべきこの龍氏さんに捧げましょう。この世界がこのね、原子爆弾で支配されているこの良くない状況を乗り越え改革するのは人柱龍氏しかいない。そうだな、答えてほしい。はいはいはい、
ください。人柱龍二と呼んでください。息苦しい感じの中に入っちゃって、いや、いいと思います、素晴らしいね。SOR 龍二より人柱龍二だもんね。ロックっぽいね、ロックっぽいね。もう死んだ人みたいな。どうせ死ぬんだから人がそれになって死ねえみたいな。じゃああなたがやってください。わかりました。じゃあ、 龍二さんが人柱になったら第2弾私がやるかどうかね。第3弾はおめえだ。まあ一番先になりそうなのはこの子だけど。私ね、文句言ってる分ね、多分ね、長生きするよ。じゃあみんなかけようか、誰が先に人柱になるか。一口1000円。安っ。ゆうちょお願いします。そうそう、薄利多売だからね。数集めると儲かるからね。それ BD バッジが増えたのはずっと増えてくるですね。やっぱりBD バッジのスターだからね、配信にされたら終わりちゃうからね、長生きしてください。それでは私の死んだ大師匠の悪友さんと、昨日からもうこれもう4回目ね、それしか私のなんかセールスポイントもないもんですからね。悪友大先生の作詞していただいた曲をですね、悪友先生の人柱だったんじゃないの。そう、悪友先生は私のためのね、日本歌謡界の人柱です。間違ったらいいこと言わないから。行きましょう。なぎさの新玉ペッパーケイThank you.
Thank you.
シラ粒子を送ってくれた。いやいやいや、素晴らしい。はい、素晴らしい。ノンストップ。ノンストップの30分間でございました。いや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 、もう皆さん汗だくじゃないですか。いや素晴らしいですね。本当盛り上がってきましたよ、ね、本当にね、楽しみに。はい、メイティバッチでございました。